チャンネルクララをご覧の皆様、こんばんは。こんばんは。渡瀬裕也のメディア切り捨てごめんの時間がやってまいりました。はい、渡瀬先生、今日もよろしくお願いします。はい、します。前回ちょろっと最後の方にですね、はいはい、メディア切り捨てごめん風の、はい、ごめん版のその流行語大賞ということで、ね、ロリータエクスプレスとあとエロ小説家というので、はい、もう一つここまで来ればセクシーは欠かせないかなと思いますが、はい、そうですね、環境偽善者賞を差し上げたい、2019年日本版のっていう思ってるんですね。もうね、ひどいっすよセクシー大臣は、はい、だって燃料投下してます今。なんかね、なんだっけな、水飲み場、はい、おしゃれな水飲み場を作ったらいいじゃないですかって、僕はもうペットボトルの水は飲みませんとかいうコメントしてたんですよこの間、うんうんうん、そしたら彼のホームページ、僕ストーカーなんで見てみたんですよ。そしたらね、8月ぐらいだったかな、普通にペットボトルのお茶飲んでるんですよ。まあ、やっぱ事務所で、でしかもみんなに配布してる、多分そのみんなに飲んでるからね、はい、あれで、セクシーの奥さんが、なんかそういう飲料系のコマーシャルとかってやってたんですか、ね、どうなんですかね。だからね、その、水はダメでお茶はいいのかよって言いたいですよ。そのまあいいんでしょ、めちゃくちゃすぎるだろうっていう。でしかもなんかロックのツアーみたいなのが、ありましたね、なんか、そうですよ、飛行機使うのは環境問題にも悪いからやめるみたいな話に対して、こういう意識が広がるといいですねって、じゃああんた空港飛行機使わないでヨットで移動するんですかって、いや思うし、それは横須賀のマリーナからヨットで行くわけですよ、はいはい、お金持ちだから。なるほど、ね、はい、まあ、それはあり得ますよねっていうことで、でもう環境偽善者すぎるでしょっていうか、最近グレダさんみたいに見えますよもうっていう、話で、うちの大臣グレダで大丈夫なのかっていう状態だと思いますよ。でこの間ね、経団連には、うん、炭素税の話をしに行ってるんですね、実際にね、経団連の方からちょっとそれはみたいな話だったみたいなんですけど、報道ベースで見る限りはですけどね。だから炭素税の話出るって絶対言ったじゃないですかここで、だから炭素税の話を早速経済団体までしに行くっていう、炭素税をやる代わりにどんなことをすればいいですかっていうのを経団連とお話ししたって話だと思うんですけど、もうね最低だなと思ってやってることが、いや、はい、そんだけ最低な大臣でも、日本だと引きずり下ろせないじゃないですか、なかなか弾劾がないんですが、まあ、そういう点制度的にはね、アメリカが弾劾があるというところで強引に弾劾の話を、そうですね、強引に持ってきて、はい、話を戻したんですが、すいません、怒りに任せて、いえ、でその弾劾がね、結局、まあ、ちょっとこの辺についてまずニュースネタのところで、コメントをいただきたいんですが、いや、まあ、で結局弾劾の話っていうのは無理筋なんですよね、うん、そもそもだから下院は、まあ、民主党が多いから、まあ、これ無理やり有罪ですって話で有罪にしたってだけの話なんですよ、でもうそういう状況になってるんですけども、結局世論調査の状況でもうこれ弾劾しなくてもいいんじゃねって、うん、実害ねえしみたいな話の世論が増えてきちゃってるんですね今。まあまあそれはそうですよ ね、下院っていうのは民主党が有利な人たちを呼んでるんですね、うん、その証言者もだから最後になんか憲法学者みたいなのが何人か出てきて、民主党から呼んだやつは全員有罪みたいな感じで、共和党が呼んだ人は、うん、これはですねちょっと俺まずいと思うけど有罪するほどじゃないと思うみたいなコメントを出して終わったんですよ、うん、なそういう状況なんですけど、じゃあこれ上院行くじゃないですか、ええ、上院に送られるんですね下院で、決まると、ね、上院は共和党がもう多数なので、うんうん、基本的には共和党に有利な証言者が呼ばれていくんですね、で、共和党の上院で裏切る人がいるんじゃないかっていう、まあ、10人ぐらいいるんじゃないかって言われてるんですけど、まあ、有力なのはロムニーとコリンズとムルカフスキーっていう人たちなんですけど、うんうん、この人たちはね言ってみたら日本の自民党で言ったら石破さんみたいなもんなんで、なんかな絶対に反対票入れるんですよ多分、よっぽどのことがないかに、うん、であまりにもその世論調査的に、情勢が悪いと、いう話になったら、情勢が悪いって自分たちにとって、自分たちの情勢悪いって話になったらトランプ OK って話の方に投票するんだろうなっていうような、この人たちはですねもともと名ばかり共和党員って呼ばれてるんですね、共和党の人たちにしてみたら、まあ、ちょっと裏切るかもっていうような人たちが、まあ、裏切る可能性が今あるよねっていうぐらいの話で、だから上院の弾劾ってはまず通らないですから、そういう意味でいくと、まあ共和党側のちょっと来年はこの弾劾の話っていうのは反撃が始まるんじゃないかなと、ハンターのバイデンの息子とか呼んだりとか内部告発者を呼ぶとかいろんなことを始めるので、まあ来年になれば情勢はだいぶ変わってくる話なのかなっていうふうに思ってますね、まあはい、どこの国でもゲルさんみたいな人いると、うん、そうですね、まあ、セクシーはなかなかいないよね、はい、セクシーは、まあ、セクシーは民主党にいますかね、あれ普通は野党にいなきゃおかしいですからねそう与党にいっちゃおかしいですよねって思いません、はいはい、で、はい、すいません燃料投下しすぎたんで、はい、元に戻すと、はい、それで、まあ、じゃあ来年以降その、まあはい共和党 の、まあはい、保守派の側ですね、その、はい、じゃあ、まあ、巻き
かせてか、まあ、具体的にその何をやっていくのかということなんですが、そこであのまあ貧困対策というふうなところが出てくるって言われてるんですが、で結局ですね、共和党は、まあ公約打ち出していかなきゃいけないわけですけれども、で、ヘリテージ財団、まあ、これ、保守派の大きなシンクタンクですけど、まあ、そこが12月の初旬に反貧困フォーラムっていうのを開いたんですね。で、まあ貧困問題、これアメリカでもあるので、それに対してどうやってやっていくのかっていう話だったんですけど、まあ、それに合わせて来年の3月に、経済と雇用とコミュニティと、のあり方とかも含めて包括的なプラン発表するって言ってるんですよ、ヘッド財団が。で、それは、まあ、最終的にはトランプ大統領の主要な政権公約になっていくはずなんですね。このヘリテージってかなり影響力強いので、なので、まあ、その貧困フォーラムの内容ってちょっと面白かったから、それを紹介したいなというふうに思ってるんです、はい。で、保守派のシンクタンクでなので、その貧困対策っていうのは日本でもね、まあ、とりあえず予算つけてばらまきゃいいじゃねえかみたいな話で、まあったりするわけですけど、そこですよね、あのね、向こうの保守派の人たちも本当に困ってる人に予算つけるっていうことに関しては OK なんですよ。だから全員見殺しにするって話じゃないんですね、基本的に。まあまあそれはそうですね、さすがにそれはそう。そうじゃなくて、不合理な制度っていうのをなくしていくことによって予算を有効なものにしていこうって話なんですね、だからもう全部廃止するなんていうのは向こうの人たちもまあ基本無理だと思ってるので、まあ、そういう話になってくるんですけど、でそうするとどんなことを向こうの人たちが議論してるのかって、これ日本でもねちょっとできる議論かなと思って紹介したいんですけど、まず一つ面白いなと思ったのは、ロバート・レクターさんっていう人は2014年の論文で書いたっていうふうに言われていて、でそれが紹介されてたんですね、そのフォーラムの中で、何かっていうと、結婚をじゃあ、あんまりお金持ってない人同士は結婚すれば、2つのお金が1つになるから、家庭っていう形で安定するじゃんみたいな話ってなるんですけど、それを阻害してますよね、今の福祉制度はっていう話をしているのは結構面白いなと思ってて、例えば年に2万ドル、まあ、大体200万円ぐらい1人、旦那さんも奥さんも稼ぐようなところが、これがシングルだったら、だった時と、じゃあ結婚した時だと、実は、1万2000ドルの福祉の予算がもらえなくなっちゃうんですね、結婚すると。なんかシングルだったら、400万、2人合わせて400万なんだけど、結婚するとその人たちが払われてる福祉のお金がなくなっちゃうんで、結婚しない方がいいんじゃねみたいな話っていうのがあるっていうのを、調べたっていう話があって、つまりだから日本でも、まあ、結婚して、そういう福祉の制度とかいろんな税の制度とかが有利になるんであれば、それは結婚するかもしれないけど、日本少子高齢化じゃないですか、でもそうじゃないものがあるとしたら、そういうものをまずなくしていこうねっていう話っていうのが、アメリカの話なんですね、まあ、はい、少なくともね、有利にならなくても不利になるのは嫌ですよね、そうそうそう、結婚してね、だからそういう結婚を阻害するような、制度っていうものを全部洗い出して、それをやめていきますと、結婚とかコミュニティの形成を阻害するようなものを洗い出してやめるっていうのがトッププライオリティだって言ってるんですよ、その、保守派の政策としては。だから、まあ、家族とかコミュニティが、政府じゃなくてみんなの面倒を見ていくっていうのをベースにしてるので、そこのところの制度の再設計をやるって言ってるんですね。だからこれもしかしたら日本でもそういう政党があってもいいのかなというふうに思って、ね、制度の見直しを全部していくっていう、ね、今保守政党、日本の保守政党って言っても、なんかね、じゃあとりあえず予算つけますみたいな話じゃないですか、基本的に、子育て予算を全部つけさせていただきます、全て無償化みたいな、そういう人たちばっかりなわけですけど、そうじゃないあり方っていうのも、検討できますよねっていうのがまず一つ、はい、でもう一個、政策としては、向こうはアプレンティスっていうのがあって、はい、これは要は学生が、働けるんですね、学生でいるうちに働いて、まあ、インターンみたいなもんなんですけど、はい、しかもまあ結構ちゃんとした給料もらえて、で、まあ、その最終的にはそういった形で就職していくことができるっていう仕組みなんですけど、そういうのを盛んにしていったらいいんじゃないかと。要は学校出た後にいきなりお前就職しろよみたいな話はそれは無理だろって話で、職業教育みたいなもんなんですけどね、そういうものを充実させたらいいんじゃねえかと、学校の中で。これあれですか、制度的にインターンとはどう違うんですか、はい、ですね、まあ、これは、要はインターンって結構微妙なところだと思ってるんですけど、その労働法の枠外にできるって話なんですよ。だからインターンも日本の話しか俺も詳しく分かんないですけど、安いじゃないですかインターンって、あれってことはダメだと思うんですけど、労働法的にはそのだからアメリカの場合のアプレンティスっていうのは、その労働法の枠外でそれより安い給料で雇えるっていう話で、職業教育を学生の時にやっとくっていう話なんですね。なるほど、
まあ、だから実際の仕事をまあやらせてみるってことですよね、うん、だから基本的に、はい、多分これあので実はあの切手の世界ってヨーロッパが非常に強いんで、うんはい、だからもしかするとヨーロッパであった制度をアメリカ風にアレンジしたのかなというふうにちょっと思ったんですけど、うんまあ、単語もちょっと、はい、あのヨーロッパ語風の感じですね、うん、そうですねでこれっていうのが、まあ、あの共和党にとっては目玉の政策なんですね、うん、だから職業教育を充実しますみたいなねあの誰でも彼でも大学行きゃいいって問題じゃねえって話だと思うんですよねまずねそのまあまあ ね、ね大学行ったとしてもあの職業教育はちゃんとするよとあのわけわかんないね、ポスドクの人大量に作るみたいなのはねあのただ共和党は嫌なので、うん、その働けるようにするってことですよね、まあ本来的に職業教育と大学の教育研究はまた次元が違うのはずが、なんだか今その辺が曖昧になっちゃってるということですよね。そこちゃんとやることによって自分がどんな人になるのかとかどんな仕事に就くのかっていうのは自然と導くみたいなのがあの共和党の人たちの教育政策なんですね。だから学校選択制みたいなのもやろうって話になってて、まあこれもあの単に学習プログラムを公的機関が提供するって話じゃなくって、うん、どんなふうに人生生きるのかとかそういうようなコンセプトみたいなのも合わせて競争させるから質が高い教育だけじゃなくて理念も持ち込めるんだみたいなことをまあ言ってます、うんうんうんでもう一つこれ、ねはい、すっごいアメリカっぽいなと思ったんですけど、あのアメリカの起業家精神を浸透させればいいんだみたいなことを言ってるっていうそれ貧困層にどうなんだろうって若干思ったんですけどあの素朴な疑問なんですけど、はい、あの貧困対策ではなくてなんか、はい、人材育成プログラムであってもなんか貧困対策ってちょっとずれてきちゃってるような気がするんですけどそうですね多分ねこれはねアンチな話をしたいんだと思うんですよねだから教育がすごく大事だというは貧困から抜け出すためにはって話で、うんうんうん、それを否定するわけにはいかないんですね保守の人たちが教育に負担をかけるっていうことを否定するわけにはいかないんですけどだから教育には予算をかけるっていうかやっていくって話だと思うんですけど、うんうんうん、それだけじゃダメで、あの甘やかすんじゃなくて勤勉っていうのも教えろって話なんですよ多分彼らの、 あの波動博っていうものも教えないとアメリカ精神がダメになっちゃうからそのアメリカ精神を徹底的に教え込むっていうことは大事で政府のどんなねその貧困対策のプログラムとか教育とかそういうものもあの精神性を入れ込むことを代替するものじゃないみたいな感じで言ってるっていう話があってでまあ、これすっごいアメリカだなって思ったんですけど、まあ、でもね、まあ、できる人にはこういうのっていうのも、教えてもいいのかなっていうふうに思うんですよね。だから結局チャンスを与えましょうって話だと思うんですよ、精神的な意味での、うんうんうん、だそういう意味でいくとだから、福祉、コミュニティとか家族の形成を阻害するような政策っていうものを除去するで、職業教育を充実させるであとは精神注入だっていうセットこれが共和党なんだなっていうのを改めて思いますよね、こういう議論を見てるとね、はい、どうなんですかね、アメリカの格差っていうのは日本とはまあ、格差っていうのはその経済的な格差もそうですけども、はい、教育その他の人材の格差というものがあまりにもそのなんか半端じゃないですよね、強烈ですからね、はいはい、だからその、うん、言ってみればその格差の下の方の人たちはある程度基礎訓練を受けさせて、うん、その精神的にも、うん、まあそういう意味では精神注入してもいいんだけど精神注入しなきゃいけないからちゃうと思うんですよ、はい、だからそれ見てて精神注入ってことを言ってきてるんだと思うんですけど、ねうん、ただ、はい、あまりにもちょっと差が開きすぎちゃって、うん、貧困っていうのがこれで、うん、どうなのかなって気もするんですけどねただ、はい、まあこれはあれなんですよねその福祉がアメリカも言うほどないわけじゃないんですよ、結構充実してあるんですよ、先進国だからね当然そうだからあるの で福祉の女王みたいなのは許さないって、はい、そういうことですよね、そういう話なんですね、はい、だからこう共和党の精神みたいなのがちょっと現れてて面白いなと思った議論だったんで今回ちょっと紹介したいはい、はいでまあ、もちろんその、まあ、全ての前提というのは、はいまあ、やはり減税ですよね、減税と規制の廃止というのが、まあ、あの経済成長の大前提だということであるんで、だからそれで雇用確保した上でそうするって話ですよね、彼らは、はい、なるほどね、うん、だからまあ それがまあただあの、まあ、新宅でも現在のところどうなんですか、うんそのまあ、貧困層の状況っていいますか、はい、あの経験がまあ比較的いいんち、うんあのまあ、失業率もね、まあとりあえずマイノリティなんですけど、マイノリティの失業率っていうのは歴史上最も低い段階になってるので、うんでね、あのまあ、相当経済状況はいいんだと思いますよ、アメリカの今の状況は、うんうんうん、はい、なので、そういう意味でいくとトランプ政権っていうのは、まあ、政策的には成功している、うんうん、まあ、経済、うん、雇用対策としてはっていうふうに言えますよね。で特に米中でこんだけバトってるのに経済が強いっていうのは結構すごいことですよね。ですよね、はい、これバトってなかったら一体どうなってたんですかって思っちゃいますよね、今の状況だと、うんうんうん、はい、うん、だから、まあまあ、これがその選挙のね、少なくとも共和党側 の非常に大きな争点になるかどうかはまあ別として、まあ、そういう考え方があるということは、うん、そうですね、まあね、共和党側は、あれです、結局、選挙に関していくと、経済状態がいいでしょうと、うん、で人々は増税されるのが嫌でしょうと、うん、だから減税なのか増税なのかっていうので、共和党側も選挙やるというのは、規定路線みたいなそうですよね、なんですけど、それは。はい、だからこうじゃあその
減税で政府に頼らないでやっていくっていうのはどういうことかっていうと、まあ、福祉は福祉であるにしても、うん、それをまあ今言ったような観点で改善していくっていうような話なんだなっていうことですね、はい、まあ、どちらにしてもその現状はある程度経済状況がいいんで、これは喫緊の課題として何か対策を打つというよりも、まあ、こういう理念でやりますという、うん、っていう話かなと思いますね、話ですね、むしろね、はい、わ、はい、かりました、はい、で、まあ、あと年内もですね、今日がで16になりますから、はい、23と32回ありますが、まあ、ええ、まあ、なんか考えましょう。とにかく年が明けるまでは、その時にはあれなんですよ、実は本が出版されることになってるんで、そうだ、ちょっとその話もしたいなっていう、ね、はい、お出になるんで、はい、それをぜひぜひ、はい、ここで僕と一緒に話して売れるかどうかはともかくですね、それを紹介していきたいなというふうに思ってます。ちょうど今まだ書いてるという大丈夫です、はい、僕もまだ書いてます、はいはいはい、というわけで、来週以降もよろしくお願いいたします、はい、どうもありがとうございました。